はい、どうぞ。OK。ということで、北海道4人目、カレッジボーラーの、自己紹介をお願いします。シューマです。よろしくお願いします。シューマさん、よろしくお願いします。お願いします。どうですか、意気込みは。今、3連勝中ですか。いやちょっと、勢い今つけられてない。なんとか体力削って。いや、声が小さい。勝つつもりはない。勝つつもりはないですけど。勝って、なおかつ体力も潰すと。そうです。なるほど。じゃあ11点マッチで、もうガチで来てください。よろしくお願いします。そうです。強い。おい。93。すごく潔いですね。どうでしたか。いや、俺は前の人がちょっと池助刺したのが原因かなって。ああ、なるほど。もう原因はあくまで自分じゃない。自分じゃなくて前の人がやられて勢いついちゃったのが悪いと。いや、そうです。ここがやらないです。ありがとうございました。ありがとうございました。どういう動画ですか。ちょっとそこまでいったわ。大丈夫ですか、これコンプラかかんないですか。美味しいアイスの食べ方を教えてください。もう追い込んでね。これマジ使うかんね、お前。
ちなみに今日の動画4分だったんですよ。え？編集して、はい、はい、で、フィジカルヤバい人だったんだ。ああ、緑色の、そう、俺がね、めっちゃ調子よくて早く終わっちゃったんだけど、うん、俺と元気が一番嫌だって言ってたよね、うん、あの相手止めれなかったね。そう、俺もう体強すぎて、しかも使い方がめっちゃ上手かった、うん、そうそうそう。だからその序盤俺最初3点ぐらい先制されたんだけど、その上手いドライブと体の使い方で、うん、で俺が調子よかったからその良さが伝わらなく終わっちゃったんだけど、普通にこの1-1の後の夜の1-1とか無双してたよね、うん、マジでみんなでやる。そうそう、マジで誰も止めれなくて、なんで笑ってるんですか。いや笑うだろ、まあ、やばいから普通に。使えるこれ。使えるよ、使う使うちなみにこれ空港ナンバーワンのアイスなんです。ルワーマこれ本当に使っていい？ダメっすね。ダメ？戦うっすね。ダメ？ダメっす。実際は？もういいでしょ。もういいさ。諦めよう人生お前。はい。どうぞ皆さん叩いてください。はい。あと2分どうにかして。ということで今回のゲストは北海道ボーラー4人目シューマさんでした。はい。でまずですね、ワンワンの後にわけわかんない動画が2分ほど流れたと思うんですけど。これはね、もういじめとか無茶ぶりでも何でもなくて、もう彼のゲンゲン選手のインスタじゃねえわ、TikTok を見てもらったら、僕がね、まあ、2個上なのにとんでもない無茶ぶりでいじめられてるのがわかります。はい、もうそれに比べたら全然マシな方だし、しかも勝手にね、こんなわけわかんないアイスの芸をやり始めただけなんで、僕一切かかってないんで、もう触れなくて大丈夫です。はい、まあ、僕が悪いと思う方はぜひ彼の TikTok に飛んで、どれだけひどいことを僕がされてるかぜひ見てください。はい、てな感じで、まあ、はっきり言ってね、今回ちょっと尺が5分ぐらいで動画終わっちゃったんですけど、もう本当に奇跡ですね。はい、で実際にお相手のシューマさんはマジで上手くて、まあ、正統派ボーラーっていう感じがね、僕の中で強くて、で一応大学生でただ部活に入ってない、確かバスケ部辞めたらしいんですけど、で1位2位レベルの大学でやってたんで、もうプレーで伝わると思います。なんかこう余裕というか、最初の3点とかめっちゃイージーに取られて、その後たまたま落としたのに対して俺がこう連続で奇跡的に決めたっていうのがあっただけで、もう本当に元気と喋ってたんですけど、元気も実際にワンワンして喋ってたんですけど、強くないみたいな、はい、なんか一番厄介というか、まあ、普通にやられたら全然負けてもおかしくない相手だなと感じました。はい、でその番外編っていうかね、動画外のワンワンでもう回しでやってたんですけど、もう無双してて、あの左ドライブのぶつけてこうイージーショットみたいな、あれねマジで止めれない。で実際にこうやられてからこう体の大きさに気づいたというか、多分顔の優しさとかもあるから、こういうプレイ北海道ってあんまり接触が少なかったんですよね今回。なんか個人的にも感じてて、その接触するシーン、オフェンスもディフェンスもあんまりなくて、なんかこう珍しいボーラーというか、まあ僕はいつもねそうやってぶつけたりはするんですけど、北海道の中ではこう変わったスタンス、てか北海道もいろんなプレイヤーがいすぎて面白い。はい、でまあシューマさんもねそういうプレイだったり、まあ、まあ、ああいうスタンスでいつもやってるのか分かんないですけど、多分もっとね引き出しは全然あると思いますし、本当にもう今回は俺が奇跡的にただ決めただけっていうだけです。はい、まあ、申し訳ない、申し訳ないっていうか、まあこういう日もあります。はい、てな感じで、まあ、1-1自体もね、まあ、多少はこう志麻さんの良さも伝わってもらえたらなと思います。はい、まあ、一応ディフェンスキャラでもあるみたいですね。はい、でその1-1の後の分かんないアイスクリームの変なおじさんはもう全然フルシカトで大丈夫なんで、引き続きね北海道編今4連勝中です。はい、ぜひ見てください。あ、どうした。